エキロッキー。これはですね、今現在地から選択ということで花小金が出てきましたが、これは何のアプリかというとですね、今行き先方面をね、西武新宿と選びましたが、次の電車の発車がですね、あと4分20何秒ということで、どんどんカウントダウンですね、されていくと。だからこれを見ながら駅までね、今走るべきかどうかというのが分かるという、すごい、非常に特化したソフトです。で、これ次の電車とかをこうやってめくっていくと、時間がちゃんとね、カウントダウンされていくということなので、これ無理だなと思ったらこっちの電車にしようとか、そんな感じで使えるわけです。で、このソフトはですね、同じく、Wi-Fi 情報から近所の駅を出しているので時刻表がこのまま見れたりとかいう用途で使えます。で、あらかじめデータ管理というところで時刻表といろいろダウンロードしておいたりとかですね、することによって駅を選択してリストでね、自分でこうやって選ぶこともできるわけです。例えば登録しておけば渋谷の駅のっていう感じでこうやって選べるわけなんですね。なんだけれども、普通に Wi-Fi を見て今自分の近い位置ということで、自分で Wi-Fi のですね、登録をすることができます。ここにボタンがある Wi-Fi、 こんな感じで、基地局を登録しておくことによって、今自宅とかなんでね、この Wi-Fi を掴んだらちゃんと駅をこの駅を表示してねということをここで登録することができるわけです。こんな感じにみんなでやっておくことで、駅のホームとかでね、立ち上げたらすぐ自分のいる駅が出てくるという感じに使えるので便利じゃないかなと思います。駅ロッキー、なかなか使えるアプリです。おすすめです。電車乗る人は必需品かもね。